こちら〇〇が俺の魔法だ。皆様の回答はこちらです。恐ろしい魔法ですねじゃあ梶原さん、はい、私はですね、どこでも10秒で寝られるのが俺の魔法だ。振りですかこれ、ここでやるってことですか。いやいや、ここではさすがにあの寝られないですよ。いや、だってどこでもって言ってるよ、どこでも。そうですよね、その通りですよね。10秒ぐらい上げますよ。いや、いいんですか。いかがですか。あそこの席よかったらどうぞ。あのちょっと失礼になっちゃうのでね、ちょっとやめておこうかなと思って見たいですよね、皆さんね寝るところ。そこはカウントを。いやいや、無理でしょ。会場でカウントしてもらって その間にうちら話しとくんで、繋いでおくよ、繋いでおきますよ。ここで寝れたらもう無敵じゃないですか。もう何の人っていうかそうね、でもどこでも寝られるねえ、そうですね、はい、みんな敵じゃん。中原さんもそう言ってんだからねちょっと嘘つきました、ね、じゃあどこでもではなかったですね。どこでもほぼどこでもほぼほぼね、ほぼどこでも。例えば今まででそのネタのところですごい場所っていうのは石の上とか。石ってどんな石、どんな石。あのコロコロしてる場所は。どういうこと。公園の。公園で寝たってこと。どうして。いや、昼寝したいなと思って普通に突然寝たの。いや、普通にあの天気が良かったんでこう座りながらこうあーってやってこう寝るっていう感じ。めちゃくちゃわんぱくじゃんやりません。やらない。やらない。下手すりゃ汚れるのやだもん、ね、なるほど。そうですね。でも基本的にはもうなんかベッドとかも関係なく、枕とかも関係なく、電車であろうが飛行機であろうがどこでも、ほぼどこでも10秒で寝られます。割と誰でも寝られるんじゃない。本当ですか。飛行機とか電車とかってなんか割と選ぶ方もいらっしゃるじゃないですか。ああね、枕ないと寝られないとかね。それが梶原さんの魔法と。そうですね、僕はほぼほぼどこでも、ほぼどこでもここではちょっと寝られないですねさすがちょっと魔力弱まりました。そうですね、はい、わかりました。そしてじゃあ諏訪部さん見ていきましょうか、はい、私はね、はい、諦めちゃうのが俺の魔法です。逆諦めちゃうんです、ね、あのまあ要するにあのスパッと切り替えられるってことですね。おあ いつまでもあんまりこうなんか失敗だったりとかうまくいかなかったり同じことかあの引っ張らないっていうか、うん、辛いこととか悲しいことがあってももういいしょうがない、はい次みたいな感じでスパッと切り替えられる。オーディション落ちたしょうがない。僕ほぼ同じです。ポジティブ。パクんないでもらっていいですか。いやだって団長の背中を追っかけたいんだもん。パクってもいいですか。今日だけだぞ。今日だけやった。優しいんだうちの団長は。じゃあ俺もこっそりと。お前はダメだ。今から変えることできますか。あそこポジティブに、ね、みんなにね、こう変えて。で村瀬くんはどうですか。僕もあのすごいポジティブ、うん、なんかもう寝垢なんでこういう感じで。でもその寝垢の秘訣はやっぱこうなんかじゃあ例えば現場とかで仕事であなんかうまいこと答えられなかったなと思ってもまあ夜とかに考えてもいいことを思い浮かばないんでまあさっさと寝ちゃう。で朝起きたらまあなんかなんとかなるかみたいに思ってる感じだからそういう意味、いい意味でもすごい切り替えなんで本当にちょっとあの相乗りしたというかなんか後からパクっちゃった形になるんですけどちょっとバイブス似てるなって思いました話してて。ほんとチャラい感じで言うまとめられてしまったけどバイブス似てる、まあ、俺たちバイブス似てる。バイブス似てるまあなんかうちらチームなんでみたいな。やばそういう感じです。ずっとブーみたいな。ずっとブーみたいな。でも皆さん本当切り替えが早いという面では本当に素晴らしいですね。じゃあ続いて松田さん見ていきましょうか。以下同文という感じになっちゃいますね。ネガティブ、まああの本当あのねオーディション落ちた。よし切り替えようみたいな、なんとかなるさっていう。激かぶりじゃないですか。すごいですね。この3連すごいな。仕事人だな。堂々とパクる。なんかもうネガティブだけどってのはネガティブなあ。もう本当はあの俺なんかここにいていいのかなとか、今まさにこのメンツで並んでて俺本当に大丈夫ここにいてっていう皆さんのね。でも実はブラッククローバー一番出てるのこの人ですからね。そうなんですよね。ナレーションもやってますから全話出てるの。ダサって出ない回あるからテレビシリーズだって松田さんの方が多い。全話出てるらしいです。完全レギュラーの人ですからなんせ、金も多分おそらく一番演じていたやつ。今回劇場版でもね、金役他もね、ちょこちょこやっております、ね、真の主役ですよ、この人いやいや、ちょ一番ブラッククローバーですよ。ミスターブラッククローバーミスターブラッククローバーですミスターブラッククローバーアニメ版の本当変な汗出てきちゃうあのいろいろありますけど、なんとかなるさって、最終的にはポジティブに、なんとかなるさって思ってるとなんとかなっちゃうんで、まあ、こんなことを書かせていただいたんですけどもね、ほぼ一緒ですね、はい、なんとかなるさというところですね、はい、では高橋さんの見てみましょう、はい、
メイクが崩れないのがそうですね、急にちょっと私の魔法だと変わっちゃったんですけど、俺もメイク崩れない、崩れない、そこで崩れない、メイクさんよく言われる、いいないいな、汗あんまかかないって言って舞台の時とかもメイクさんにすごく褒められる、全部言っちゃうじゃないですか、女優ですねって言われる、すごい全部言っちゃう、団長あれ一緒一緒一緒私一緒、もう被ってるかな、被らせて聞いて来られちゃって、全部今団長に言われちゃったんですけど、いやいやでもライブとかでも全然汗出なくて、なんでメイクが崩れないからすごい偉いねって言われるのが唯一私の取り柄だなって羨ましい思ってるんですけど、はい、こう結構さ照明とか暑いじゃん、うんうん、汗かかないの、汗かかないです、なんか暑いところに行っても個室の代謝が悪いんだよね、サウナ、あ、そう、代謝が悪い、サウナとか行っても全然出ないんですよ、汗、へぇ、いつまで経っても整わないんだよね、だからね、サウナとかね、整わないんだよ、ね、整わないですね、汗出ない、体の中に汗がいっぱいずっとね、あ、そうです、そうです、熱持っちゃうんだ、良くないのかもしれないけど、メイクさんには喜ばれるっていう、羨ましい、はい、確かに崩れないとなかなか素晴らしいことで、汗かいてる方が一生懸命に見えるんですよね、そうなんですよね、パッと見た感じね、悔しいですね、そうなんですよ、汗出ない人って顔に、そうなんですよ、難しいとこですね、なんか私も仕事みたいなやつやればよかったな、なんか魔法の私も仕事ですか、これも仕事じゃないの書いてんの、ガックンだけだから、あ、そうか、狙ってる人ですもんね、ガックンだけだから、ね、よく真面目ですよ、そう、ね、10秒よりもっと短いターンで寝ちゃえばいいんだよ、だから乗り越えられるからいいんですか、一瞬でね、丸々で限界を超えたということで、闇がいつも限界を超えろというふうに言っていますけれども、皆さんがこれまでの人生で一番限界を超えたと思う経験を挙げていただきました、それがこちらです、はい、これも一応出るんですね、はい、はい、あ、聞いてた、おー、すごい、お、唐揚げ、はい、そうですね、食べる日々でちょっと限界を超えてしまいまして、へえ、よし、ちょっと、確かに団長、でも今会場の声がへえでしたね、完全に、いや、もうちょっと掘り下げさせてくださいよ、掘る、もう掘ってなんか出てくる、もう唐揚げはね、もう業界的に飽きてんだよ、飽きてます、下ので、いやいや、ちょっとそこをちょっと超えていきたいなと思って、あ、なるほど、あ、下の声するのね、唐揚げでね、結構高いよ、ハードル、聞かせていただきましょう、聞かせていただきましょうよ、長と超えよう、はい、1ヶ月弱ぐらいちょっと連続記録更新しまして、でっていう話なんですけど毎日唐揚げを食べたってこと、あ、そうです、そうです、何かしらの唐揚げをコンビニで摂取したりとか、何かしらってことは何、鶏肉じゃない唐揚げもいろいろあるってことね、あの唐揚げくんとかそういういろいろあります、商品名出しやがったらすごいな、やっぱ今限界超えましたね、まあ、まあいい限界超えたね、超えました、すいません、これ超えてしまいました、はい、諏訪部さんの方映ってもいいですか、はい、限界すいません、行きましょう行きましょう、行きましょう、ごめんなさい、行きましょうね、はい、私はね、あんまり限界って考えないようにしてるってことによって逆説的に限界を超えたって感じですね、すごい、はい、なるほど、逆にもうそういうなんか線引きしないと、俺はここまでしかできないとか思わないようにする、だからもう、あの人すごいな、真似できないなとか絶対思わないようにしているという、ノーリミット、そう、それです、かっこいい、はい、英語で言ってくれましたね、ノーリミット、そうです、そうすることで、まあ、限界も超えたなってある意味ね、ってことです、わーお願いします、はい、ありがとうございます、ということでちょっとお時間がありまして皆さんの紹介できないんですけども、ごめんなさいじゃあ村瀬くんは絶叫です、はい、はい、そうです、はい、ね、1分半ぐらい絶叫したことがあって、新人の時に、まあ、主演者だからいいか、配給って作品なんですけど、うん、あれでなんかずっと体育館で走るシーン で、なんかそれやってから、あ、なんかもっと自分ってエネルギー足りなかったなって結構いろいろ思ったりとかして、そこからなんか絶叫仕事増えましたね、じゃあ次行きましょうか、よろしくお願いします、ね、はい、なんか先輩のオーラと声優目線、いろいろエピソードは詳しくは SNS で語りますので SNS で載せませんけど、すいません、いつか話しましょう。